Hazard 6。はい、こんにちは、ブルーホースです。本日もね、Biohazard 6をやりながら人生相談ね、乗っていきたいと思います。今回ね、なんと相方が来てくれてます。では相方さん、自己紹介をどうぞ。モンスターエナジー、ウルトラ、カロリーゼロ、シュガーゼロですね。まあ、カフェインをブーストするにはなかなかいいかったりします。ちなみに、タンパク質ゼロ、脂質ゼロで、炭水化物も 0.7 なんですけど、エネルギーがゼロでね、カフェインを、投入するにはなかなかいいかと思いますんで、まあ、筋トレをする前にね、ブーストでバーンとぶつけるのには、まあ、なかなかいいものなんじゃないかなっていうふうに思います。いう話はどうでもよろしくって。ごめんなさい。質問ね、時世相談乗りながらやっていきたいと思います。で、ここね、結構修羅場なんで、ちょっとあまりにも慣れなさすぎて、死亡する確率が高いんですけど、まあ、そこはご愛嬌ということで勘弁してください。じゃあやっていきましょうか。はい。親が何かとうざいです。仕事にしろ、勉強にしろ、人より頑張らないといけないみたいな熱血根性大好きで、いつも努力することを強要してきます。こんな親に対して何を言ったらいいでしょうか、ということですけど、そうですね。まあ、親との縁が、まあ、切れていいなら、まあ、結構ね、ズバズバっと物を言ったらいいんじゃないかなって思ったりはするんですけど、まあ、その努力とかね、根性とかで、を言ってくる親っていうのは、まあ、自分が頑張ったからね、子供にも同じように頑張ってほしいっていうふうに思ったりするんですけど、まず、言ったらいいのが、それだけ頑張ってどうなるのかって、頑張った結果どうなれるのかっていうのをそこまで言うんだったら教えてくれーってまず言った方がいいと思いますよね。で、お父さんとか、まあ、お母さんみたいになるの？なれるの？みたいな、ね、風にちょっとまあ意地悪で聞いてみるっていうのはまあいいんじゃないかなと思いますよね。出たピーター隠れてるよ、臆病者が。で、まあ、その結果ね、例えば、あなたの親とか、その、まあ、努力を強いてくるのがうざい一方で、でもその今、あなたが手に入れている生活とか、親が思っている生活、親と一緒に過ごしている生活とかっていうのが、もし、幸せだっていうふうに思っているのであれば、まあ、あなたもね、同じように、親御さんのように、努力して頑張っているべきとは思うんですけど、まあ、もしね、そうじゃないんだったとしたら、まあ、それだけ頑張って、こんな生活なのっていう風に、まあある種ね、喧嘩を売っていいんじゃないかなっていう風には思いますよね。だってさ、頑張って例えばさ、年収がまあ400-500万程度ですとか、ね、住んでる家もボロっちですみたいな感じだったら、なんか頑張る価値なくねみたいな。まあ、もちろんその400-500万の人がダメとかってそういうことを言ってるわけじゃなくて、でもなんか。努力を強いるんだったら、ある程度経済的余裕を身につけたいとか、つけたいとか、生活的にも余裕を持ちたいとかっていう願望があるわけじゃないですか。だから、そんだけ頑張ってこれかよっていうふうに思うような生活を今あなたが過ごしてるんだったとしたら、親に言ったらいいかなと思うんですよね。それでどうなるのか。バイバイ。で、あとは、まあ、結局は、でも親って子供のことが心配だし、子供のことを思っていろいろと言いたがるんですよね。言いたがるんで、だからあなたが親から離れるっていうのも一つ手段として考えてみるっていうのはいいかなっていうことですね。だから質問者がもし学生だとしたら、その大学の学費とかね、住むところとかっていうのをバイトだけで整えるのっていうのは非常に難しい話なんですけど、もしね、経済的に自立できるような立場だとしたら、さっさと離れた方がいいです。親の経済力を当てにするっていう、まあ、要は、すねをかじるっていうのは、まあ、かじれるんだったら、かじれるだけかじったらいいんじゃないかなとは思うんですけど、でも、それ以上、親のすねをかじること以上の、ストレスがあるんだったとしたら、もうね、さっさとね、離れた方がいいっすよ。ブラッドショット。あれ？ブラッドショットまだ死んでない。強っ。ほい。こいつはね、カモなんすよ。
ダメージは大きいけど、もし失敗した時の、でもカモなんだよね、基本。おお、どっから来てんのお前。面白。お前もかい。ご褒美プレイ。すごいとこから来んな。あ、窓乗り越えてきてる。ああ、なるほどね。ああ、ちょ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 。うん、ごめんなさい、あの 親のすねをかじるっていう話からちょっと離れちゃいましたね。そう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 。でもね、あのね、なんだろうな、親のすねかじるんだったらかじった方がいいよっていう話もありつつもね、あの親から逃げたいんだったら経済的自立しなさいよっていうことも言える一方で、結構ね、あの親が言ってることっていうのが正しいっていうケースもあったりするんですよ。勉強しろとかね、特に勉強しろってその何のためにっていう思いはあるとは思うんですけど、それは自分なりで意味を、まあ子供だとしたら結構難しいと思うんで、さっさと閉めなさいよこういうことになるんだったらと思うんですよね。でも親のね言うことで、結構正しかったりするんですよ。だって自分の経験則からね、子供には自分以上にもっと豊かな人生を過ごしてほしいって思うのが、まあ、親の常だと思うので、まあ、それが、親として、まあ、あるべきいい姿なんじゃないかなと思うんですけど、もしそうじゃなかったとしたら、親として何なんて思ったりするんですけどね。グッドニュースです。まあまあ、そんな話もしつつ、あれ、ちょっと待って。どうやったらいいんだ?これは？これさ、どうやって、ああ、こういうことか。了解了解。結構あれだね、ハーブ持てないんで、これだとね。どうしようかな。とりあえず投げる。親の言うことがあながち間違ってでないっていうことも考えられたりはするんで、まあ、そこはね、どう判断するかっていうのはあなた次第ではあるんですけど、まあ、ある程度ね、親ということを聞いてみた上で、これは正しい情報だな、これはいらん情報だなっていう、まあ、判断をね、してみられたらいかがかなっていうふうに思いますけどね。びっくりした。かっこいいヘレナ。まあ、何でもかんでも受け入れる必要はないと思いますよ。いい意味でね、ちゃんと見切りをつけるべきところは見切りをつけて、そうじゃないところはしっかりと自分の正しいと思う判断をやられてみるっていうのが大事だと思います。近い、さっさとして、日本人ちゃん爆発した。ブレー言ってるけど大丈夫かな。まあそんなことを言いつつね、まあ僕個人は親にね、言われたことで、まあ特に親父なんだけど、勉強しろってめちゃくちゃ言われ続けたんですよね。今思えば本当に勉強しとけばよかったと思うんですけど、でもやっぱり当時小学生とか中学生の頃って友達と遊びたいしゲームもしたいから、やっぱり言うこと聞かなかったんですよね。なんですけど、やっぱり改めて親の言うことを聞いて、もう何でもいい、特に数学、まあ、数学好きだったからいいんだけど、数学と社会が好きだったんですけど、親の言うことを聞いてね、勉強をしっかりとやっとくべきだったなーっていう後悔はありますよね。もっと勉強できたんじゃないかなと思いますけどね。まあ、今の生活が別にね、なんかまずいとかっていうことはないんですけど、まあ、成績が良くなるとかね、人付き合いが良くなるっていう風な意味でも、ある種その勉強しておくっていうのはすごい良かったりするんで。何？ああ、普通のゾンちゃんがいたのか。はい、はい、ああ助かった。ああすげえ助かった、ありがとうございます。 He's gonna bring this whole place down on us. ちょっと待って、抜けたい。ほら、油で燃やしてやる。あ、お亡くなり。まだ生きてんのかよ。燃えなさい。かてえな。よし、行った。行かないんかい。痛い。
ました、オッケー。ふぅ、まだ生きてんの。お、強いのね。じゃあ燃やしましょう。オッケー、倒れたか。よし、オッケー、オッケー。他のゾンビはいないのか。Come on, move it, move it! ということで、ね、ちょっと次に進んでいく前に弾もだいぶ減っちゃった。あ、ゾンビめっちゃおる。うん。ごめんなさい、次のね、ご質問に行きたいと思います。はい。じゃあ、次行きましょうか。はい。なんで生きなきゃならないんですか？シンプルでストレートで、そしてかつ難しすぎる質問きたな。これ、答えなきゃなんない？なんならね、僕が教えてほしいんですけど。うん。僕が教えてほしいな、なんで生きなきゃなんないのってね。うん。まあ、生物学的に見れば、より強い子孫を残すために、遺伝子レベルで強くなっていかなくちゃいけないんで、勉強したりとか、体力とか知力を身につけることによって、より強くたくましい子孫を残すために頑張るっていうのが、まあ一つですよね。うん。でも多分そんな答えは求めてないと思うんですけどね。うん。まあ、僕もね、もうすぐで1歳になる娘がいるんですけど、まあ、正直子供ができて人生より明るく楽しくなったなって思いますよ。まあ、子育てって大変だなって思うことも、まああるんですけど、まあそれ以上に子供がいることで幸せだって思うこともやっぱりあったりはしますんで、うん。で、まあただ、思うのは、なんかその生きることに意味を求める方がもうしんどいんですよ。だからそんなのどうでもいいなって思いますよね。生きることに意味なんか。もうだって人生って、しんどいと思って過ごそうが、楽しいと思って過ごそうが、結局は、同じ人生、一回きりの人生なんで、で、それがまあ70年だろうが80年だろうが、一緒だと思うんでね。おいって、自爆しちゃった。ヘルプ。ヘルプ、ミーしかもナイフ構えてるし、ナイフじゃダメなんだよ。ナイフじゃダメなんですよ。うん。だからね、自分が死ぬまで、なんだろうな、やばいやばいやばい。自分がなんだろうな、死ぬまで毎日こんな、人生を過ごすことができればいいなーって思うような毎日を見つけて、でそれを送れればいいやっていう風に今過ごす、そんな日々を頑張ってみるっていうことがいいんじゃないかなと思うんですけどね。これ大丈夫かな、爆発したら死ぬ。うわー、何もすることもできずにお亡くなりになりました。くー、質問に答えろ。すいません、すいません。そうですね。だから、変に、なんか人生の意味とか、目標とかね、持つと、なんか、それをクリアしなきゃとか、達成しなきゃっていう風に、なんか変にね、自分で自分のことを縛っちゃうんですよ。なんかその通りに生きなかったら、自分の人生意味がないとか価値がないっていう風に思い込んでしまうことが、あり得てしまうんで、そうじゃねえっすよっていうね。うん。あれ、そう。そうじゃなくって、だから生きることになんでっていうことを考えるのを、今楽しいって思える時間をちょっとでも増やすためにも、まあもちろんその生活のことを考えてお金稼がなくちゃいけないし、住む場所とか考えたりとか、家族のこととか考えたりとかしなきゃいけないかと思うんですけど、それ以上にやっぱり毎日ねこういう人生過ごせたらいいなっていうことが見つかるような過ごし方っていうのが、まあ、すごく大事なんじゃないかなと思いますよ。それを見つけることの方がはるかに大事。うん。なんか人生の意味なんかどうでもいいんですよ、別に過ごし方とかなんでも。うん。おいてー、そんな飛び越え方があるのかよ。うわ、なんかうわ、一気に体力見つけずられたな、マジか。えぐ。あー、なんかレベル高いね。出てろ。まあ、僕のまあ経験上、多分こういう人たちっていうのは、もしかしたら、こういうことをね、考える人たちって、もしかしたら、まあ、本とかセミナーとかでも、自己啓発系のものにハマっているとか、経験したことがあるんじゃないかなと思うんですけど、ぶっちゃけね、まあ、
その時々そのモチベーションを上げるためにそういうのを読んだりとかね、参加したりとかっていうのは1年にね 1,2 回とかだったらいいんですけど、毎日、毎日か、その理に触れる回数が増えていくと逆にしんどくなりますよ。なんか今社会人になって思うんですけど、僕学生時代にね自己啓発にハマっちゃったんですよ。無駄に、マジで無駄にハマった。本当に無駄だったなって思うんですよね。で、別にその自己啓発にハマること自体がじゃあそのものが悪いかっていうと、どっちかっていうとね、社会に出てから必要になるスキルっていうのが残念ながら見つからないっていうことがなんか残念だったなって思うんですよね。だから今思えばそのマーケティングとかプログラミングとかその実生活に実生活において役に立つとか、それからね、なんだろう。なんかクリアしちゃった。実生活に役立つスキルとかっていうような、具体的な技術を身につける方が良かったんじゃないかなと思うんですね。だからマインドを磨くことっていうのと技術を身につけることっていうのは当然だから別個ですし、技術を身につければ自然と自信っていうのもついていくんですよ、マインドとかっていうのもね。だから自己啓発によくあるその何のために生きるんだみたいなことを見つけようみたいな話っていうのは学生の頃それをずっとやり続けてた時期もあったんですけど、正直苦しかったです。今社会人として日々生活しながらいろんなスキル、具体的なスキル、営業力とかトーク力とかプレゼン力とかヒアリング力とかっていうのが身についている今の方がはるかに幸せだったっていうふうに思ったりするんですけど、別にそれって目標を立ててこうなろうああなろうみたいなことを思いながらやっているわけじゃないんですけど、でもなんか自然に身についてってる。で、それでレベルが上がる自分が楽しいなっていうふうに思えるんで、この質問をいただいた方次第ではあるんですけど、僕はね、別に生きる意味を身につけるっていうことよりも今を生きるためのスキルとかっていうことを見つけていく方の方がはるかに大事ですし、楽しむっていうことを何よりも忘れないっていうことの方が大事なんじゃないかなっていうふうに思いますので、意味見つける前にそっちの方を見つけるっていうのをぜひ試してみていただけたらなっていうふうに思います。はい、ということでね、ちょうどチャプターをクリアすることもできたんで、これでスキルセットっていうのがあるんで、ちょっとスキルセットしてちょっとでも余裕を持って出るような状態にして、次のチャプターに進んでいきたいと思いますので、また、次回以降もお楽しみいただけたらと思います。そしたら今日も最後までご視聴どうもありがとうございました。また次回お会いしましょう。バイバイ。